こちらが政治大学の正門です。キャンパス内は自然が多く、学生もたくさんいるので賑わっていますが、落ち着きもあります。政治大学は山の中腹にもキャンパスがあり、山の上には宿舎もあります。そのため校内でバスが走っています。こちらが学内にある図書館です。ここはキャンパスから少し離れたところにある大学の図書館です。自習スペースや会議室もあるので、私もよく使います。この建物には床屋さんがあったり、ご飯屋さんがあったり、スポーツ用品を買えるお店があったりします。今ちょうどお昼時なので、ご飯屋さんのところにたくさんの生徒が並んでいます。こちらは結構新しくできた大学の食堂です。台湾で有名なダンピンです。さっき学内の食堂で買ってきました。大学が始まってすぐにサークル紹介活動、勧誘活動が始まります。各サークルが一つのテントを持って新入生を勧誘していきます。ここは政治大学の運動場です。奥には体育館があります。天気がいいとこのように日向ぼっこしている学生もたくさんいます。自然に囲まれていてとても気持ちがいいです。